包装紙に包まれた SCP-1916-4。アイテム番号 SCP-1916。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-1916 はサイト85の安全な倉庫内の密閉された箱に保管されます。SCP-1916 が非食用であることを示す目立つマークを箱の上と内側に描いてください。移動任務部隊 XI-1964 スラップワースのとても暑い日々は、流通しているすべての SCP-1916 の押収と、キャンディの卸売業者と小売業者の監視をすることになっています。SCP-1916 を用いるすべての実験は、皮下に追跡装置を入れた D クラスの人員で行ってください。屋外実験はサイト85に隣接した人目につかない施設でのみ認可され、影響を受けた D クラスの人員が施設外に脱出した場合には、実験と被験者をなかったことにするために地対空兵器の使用が認可されています。実験1916-6-1の結果の完全な再調査がされるまでは、SCP-1916-6 に関するすべての実験は禁止されています。説明 SCP-1916 は、一般的に、ジョーブリーカース、または、ゴブストッパース、と呼ばれるタイプの6種類の硬いキャンディです。科学分析により、SCP-1916 が主に砂糖と美容の一般的な食品添加物と着色料と、かなりの量の、編集済み、でできていることが示されています。個々のキャンディは直径およそ3センチメートルの球形で、以下の通りに異なったパターンの明るい色がついています。SCP-1916-1 は、真っ赤の均一な色合いで着色されています。SCP-1916-2 は、明るいベージュに白っぽい縞模様で着色されています。SCP-1916-3 は、地球から見た月に似たパターンで、白に複数の暗い部分が着色されています。SCP-1916-4 は、複数のオレンジと白の横線、複数の白と赤の点、一つの大きな赤い点を含む、で着色されています。SCP-1916-5 は、黒の均一な色合いで着色されています。SCP-1916-6 は、大きな白い疑問符が片側に印字され、黒の均一な色合いで着色されています。SCP-1916 の異常な特性は、個々のキャンディが人間によって消費される時に現れます。キャンディの消費から10から20分の間に、個人の体重は被験者が消費したキャンディに基づく固定パーセンテージによって増減します。被験者の大きさ、または質量の物理的変化はこの特性とともには観測されておらず、SCP-1916 がもたらす特性が発生するための手段は、現在判明していません。SCP-1916 は被験者の周りの自由欲場が劇的に変化したように作用し、実験の被験者が特定の状況で通常の人間の能力を超えてジャンプしたり、過剰な能力を実証しており、いくつかの例では彼ら自身の身体的能力の結果として完全に地球の重力場を逃れることができると分かりました。この効果は約90分間持続した後、徐々に失われます。SCP-1916 の影響から生き残った被験者は、長期的な病気の兆候を示していません。追加の効果が特定のキャンディに関連付けられているので、詳細は実験記録1916を参照してください。現時点で財団は SCP-1916 の確認した商品を738個所有しており、パッケージングと内容物はそれぞれ同一の数です。SCP-1916 は箱の中のプラスチックトレイの中でそれぞれ個別に包まれており、箱はおよそ 20cm×30cm×6cm の段ボール箱に入れられています。箱の前面には透明なガラスのヘルメットをかぶった子供が宇宙でサターンロケットに乗っている絵が描かれており、製品名として、ワンダーテインメント博士のぶっ飛びむ重力、月の石、商標登録、と書かれています。次のテキストは SCP-1916 のパッケージの裏面に印刷されています。やあ、宇宙士官候補生の諸君。宇宙に行くのに大人になるまで待てない、ワンダーテインメント博士は君のためにいる、ワンダーテインメント博士のぶっ飛びむ重力。月の石、商標登録、は君に本物の宇宙飛行士そっくりの体験をさせてくれること間違いなし、お家の裏庭で、金星の庭園を探索して月の海を航海するようなハイテク大はしゃぎの時間を楽しんで。
ワンダーテインメイント博士のぶっ飛びむ重力、月の石、商標登録、には本物の外の世界を体験するための6つの味の権利が含まれています。火星サクランボ赤い惑星の運河を優雅に探検。金星ベリー僕たちのお隣さんの雲の下をくぐっちゃおう。でも注意して、空は海より深いから。月ライム月は本当に緑のチーズでできてるの？ 1、体重が6分の1になるとき答えは見つかる。木星ゼリーでっかい惑星の大赤村で泳げいじゃおう。宇宙1号中がどんなところか調べてみよう。それがぶっ飛びむ重力。惑星 X 未知の惑星はどんなところ？見つけるために食べてみよう。食用上の注意、屋外で食べないでください。ワンダーテインメント博士のぶっ飛びむ重力、月の石、商標登録、は4時間ごとに一つずつ食べてください。ワンダーテインメント博士の超シュワシュワダイエット炭酸飲料と一緒に食べないでください。あなたの、大はしゃぎ、はワンダーテインメント博士の想定とは異なる場合があります。ワンダーテインメント博士はワンダーテインメント博士のぶっ飛びむ重力、月の石、商標登録、の御用に起因するいかなる怪我、事故、病気や死について責任を負いません。実験記録1916。実験1916、1、1。被験者 D85021 体重 76.2kg。実験物 SCP-1916、1。結果被験者の体重は 28.6kg に減少。実験1916、2、1。被験者 D96234 体重 48kg。実験物 SCP-1916、2。結果被験者の体重は 43.2kg に減少。効果を失った後に被験者はひどい減圧症の兆候を訴え、高所脳浮腫に似た症状により食用から6時間後に死亡しました。実験1916、3、1、被験者 D23341 体重 104.3kg。実験物 SCP-1916、3、結果被験者の体重は 16.6kg に減少。重要物を持ち上げる能力の屋外実験中に被験者はランニングジャンプをはじめ、脱出速度に達しました。被験者は回収されず、死亡と推定。実験1916、4、1、被験者 D105421 体重 117.9kg。実験物 SCP-1916、4、結果被験者の体重は 298kg に増加。被験者は激しい痛みを訴え、移動しようとした時に複数の腕と足を骨折しました。実験1916、5、1、被験者 D23094 体重 61.2kg。実験物 SCP-1916、5、結果被験者の体重は 0kg に減少。被験者は、中空の、面を押すことによって空気中を自由に動く能力を示し、大気摩擦に影響を受けることの兆候を示しませんでした。実験1916、6、1、被験者 D68052 体重 43.1kg。実験物 SCP-1916、6、結果、データ削除済み。ガンマ線への暴露に起因する死者82名、非致死性の放射能汚染者438名。